ツ人気は4番手でしたが2着入線でした。6コース6号艇の島倉進入スタイルは3対3の枠なり。スタート10秒前、第5レース午後1琵琶湖インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。1秒前スタートしました。わずかにコーススタートは4コース6コースか4号艇6号艇2号艇もコーススタートも一周1マーク1号艇茶谷がインからまずは逃げる。4号艇の孫崎がまくってくる。内は切り込んで2号艇1号艇茶谷ちょっとボートがバタついてバックステージ2コース差しが入ったか。2号艇の渡辺が先頭です。さらに内5号艇の田村インから残った1号艇さあ5号艇1号艇田村と茶谷が2番手争いか。一周2マークスタートは正常でした。トップ旋回2号艇の渡辺千草外を回った1号艇茶谷は2番手か。うちうち回った5号艇の田村美穂3番手上位体系は2番1番5番後方6号艇4号艇が並んで最後方3号艇レースは2周目1番の旋回に向かいます。先頭2号艇の渡辺千草2番手は1号艇の茶谷さくら2番手から逆転を狙うもここは2号艇の渡辺が2番手をキープ先頭をキープ。3番手争いか5号艇内から6号艇接近でさあ5号艇6号艇が並んですぐ前方に1号艇茶谷さくらさあ2、3番手4番手1号艇5号艇6号艇3艇定冠は僅差レースは2周目2マークの旋回。先頭2号艇の渡辺千草2番手は1号艇茶谷ボートがバタついた。内1、6号艇5号艇さあ内に5号艇の田村美和センター通って6号艇の島倉外は1号艇茶谷さくらさあ5号艇6号艇1号艇3艇が並んだ。ここは2番手の争いが注目でレースは最終周回1マーク。センターから6号艇5号艇ここで競り合って打ち回った1号艇茶谷さくらから落ちて2番手もキープ。6号艇の島倉が3番手浮上か。上位体系は2番1番6番で最終ターンマークの旋回に向かいます。先頭2号艇の渡辺千草今最終ターンマークをトップで旋回2番手は1号艇茶谷さくら6号艇の島倉どうやらデビュー初の船券絡みか。2号艇1号艇6号艇で間もなくゴール。先頭2番の渡辺五輪2番手1番の茶谷3番手6番の島倉4番孫崎5番の田村3番野田ゴールインです。以上第5レース午後1琵琶湖でした。第5レースの確定をお知らせいたします。1着2番2着1番3着6番以上でございます。